今日は仲良しクッキングだよ。これはこんなにいっぱいのクッキングセットが入ってるおもちゃだよ。開けて中を見ていってみようね。まずはこんな夜間だね。夜間が入っていたよ。蓋も取れるのかな？蓋は取れないかな？こんな感じ。それからまだまだあって、これはフライパンかな？フライパンにソーセージだね。これで、クッキングセット、これで火をつけてフライパンで炒めることができるんだね。それから、これがフォークとナイフ。お玉だね。穴が開いてるお玉。それから、下の方にはこんなお皿のセットやハートマークやいろんなマークがついてるんだね。それからこれはコップ、コップの中にはこんな卵も入っていたよ。そしてコップ、コップが4個入ってんのかな？よいしょ。4個入っていたよ。それから、こっちは何かな？これは、これは鍋かな？鍋だね。そして、これ自体が、厨房のセットになってるみたいだね。それじゃあ、シンクの横に、これを置いて、そして、じゃあ、フライパンで、このソーセージを炒めてみようかな。スイッチオン。フライ返しで、ジューっていってるよ。美味しそうにできたかな？じゃあこれを、今度はこのお皿に乗せていこうね。それじゃあ、火を一旦止めて、よいしょ。今度は何してお料理しようかな。じゃあ鍋にお水を入れて、そしてお湯を作っていくよ。それじゃあお湯の中に卵を入れて、ゆで卵を作っていこうかな。どのくらいでできるかな。それじゃあできたゆで卵を取り出して、ここに盛り付けていくよ。これで朝食が完成したよ。みんなで一緒にいただきまーす。仲良しクッキング楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。